はい、こんにちは。パステルアーティストの水上です。今回はですね、これからパステルアートをやってみたい方や、ダイソーのですね、パステル画材を使ってちょっとこう素敵な絵を描いてみたいと、思っている方に向けての講座をですね、やってみようと思います。で、その講座のですね、生徒さんを今募集しておりますので、ちょっとね、この動画を見てやってみたいと思った方は、概要欄の方にですね、お問い合わせ先がありますので、そちらからご連絡いただけると嬉しいです。はい。ではね、ちょっとね、この詳細を伝えていきたいと思うんですけども、その前に、なぜこのですね、講座をやろうかと思ったかと言いますと、自分で言うのもなんなんですけども、僕の絵って結構ね、こまごまとしてちょっとこう難しいというイメージ持ってる方が多分ね、多いと思います。で、そういう方がですね、もうちょっとこう簡単にしてほしいとか、初心者さんでもね、描けるようなモチーフをですね、描いてほしいというコメント結構ね多いんです。はい。で、前々からですね、そういう方に向けてちょっとね考えてはいたんですけども、なんだかんだやっぱねちょっとこうこだわっちゃって、最初はシンプルなんだけど、もうちょっとここをこうしてみようだとか、もうちょっとここをね、少しこうね、いろいろ変えていくうちに難しくなってしまうということだったんですが、今回はですね、もう完全に、もう決めてですね、パステルのこのダイソーのですね、ダイソーのパステルを使って、なるべく費用を抑えてシンプルにというテーマを設けて、考えたモチーフとなりますので、はい、ちゃんとできたんじゃないかなと思います。でですね、完成した作品というのがこちらなんですね。はい、こんな感じです。一応水面と月というモチーフ名にしたんですけども、ね、そのまんまなんですけども、はい、本当ね、ほぼ100円ショップで買える、画材で、描いてありますし、何よりもですね、パステル画材のダイソーのパステル画材の、3色しか使っていないので、そこもね、ちょっとこだわったところにもなるんですが、なるべく色を使わない方が、より簡単に描けると思いますし、で構図もね、なるべく簡単な方に、で型紙もなるべく簡単にということで、描いた作品が、こんな感じになるんですね。はい。なのでですね、介護施設のね、ちょっとこうお年寄りに向けての、パステルだったり、あとね、お子様に向けての児童館とかでね、描くパステルだったり、あとはですね、マルシェとかの、パステル体験みたいな感じでですね、こちら使えるんじゃないかなという、結構ね、僕の中ではなかなか納得ができる作品になったんじゃないかなと思っております。はい。そういうちょっとこうね、いきさつがありまして、今回こういうね、パステルをこれからやってみようという方とか、ね、ダイソーの画材を使って描いてみたいという方に向けての講座をやってみようと思いますので、そのちょっとね、詳細を今から伝えていきたいと思います。まずはですね、日時ですね。はい。4月の22日月曜日の10時から11時半、そして次の日23日の、また午前中10時から11時半で、その日の夜8時から9時半、そしてまたその次の日24日水曜日の午前10時から11時半と、その日の夜の8時から9時半というこの日時にですね、一応募集はしているんですけども、もしね、この日時に合わない方はですね、個別に合わすこともできますので、その時はまたね、ご連絡いただけると助かります。そして、Zoom でのね、オンラインの講座になりますので、定員はありません。で、お申し込み先はですね、概要欄にある、LINE もしくはメールからご連絡ください。振込先などのね、詳細をですね、返信させていただきます。で、モチーフはですね、こちらですね、はい、水面と月を描きたいと思います。はい。で、料金がですね、今回ちょっと体験みたいな感じにしたいもんですから、講座料1000円となります。型紙代税込み価格となっております。で、今回はですね、やっぱりね、こう多くの方にパステルアートを体験してもらいたいっていうのと、
あとはですね、初心者の方でもね、こんな素敵に書けるんだという自信を持ってもらいたいというのが目的なのでですね、お一人様1000円というちょっとねお値段にさせていただきました。まあ、例えばですね、画材すべて一式を持っている方は講座料1000円のみとなるんですけども、このステンシルプレート、これですね、このキラキラの、はい、これね、めちゃくちゃ使えるステンシルプレートなんですけども、こちらがね、なくって他の画材はあるよという方は、こちらね、ちょっと1枚1000円になりますので、ステンシルのこちらの料金1000円と講座料1000円合わせた2000円となります。で、さらにですね、画材を全く持っていないんだけどちょっとやってみたいよという方に向けてですね、画材一式も込みの、講座料というのをね、考えました。例えば今回のこのモチーフを描く前提の画材となっておりますので、こちらの一式込みで、3000円となります。で、内容はですね、まずは、ダイソーのパステル画材、こちらですね。はい。まあ、そして、画用紙を引くためのカッターマットと、で、その、画用紙ですね。はい。で、あと、このペン型消しゴムも必要なので、こちらと、あとはですね、画材を削るためのこのナイフですね。はい。で、あとはこの型紙を留めたり、画用紙を留めたりするためのこのマスキングテープと、そして、型紙とこのキラキラステンシルプレート、はい、こちら一式をですね、送らせていただきます。で、料金はですね、先ほどもお伝えした通り、講座料とこの画材代送料全部込みで、3000円となります。はい。今回はですね、本当ね、いろんな方にやっぱり知ってもらいたいっていうのが一番大きな目的にもなりますし、で、さっきもね、言った通り、ちょっとね、やったことがなくってうまく描けないよという方も、私でもこんな綺麗に、美しく、素敵に描けたという自信を持ってもらいたいための講座となっておりますので、本当ね、いろんな方にですね、参加してほしいと思っております。で、あの日時もね、本当、合わない方は、個別に合わせて、やりたいとも思っておりますので、興味がある方は本当ね、お気軽にご連絡いただけると嬉しいです。はい。それとですね、ダイソーの画材でもなく、あのヌーベルカレーのね、48色セットしかなくても参加はもちろんできます。はい。何でも誰でも OK です。はい。まあ、とりあえず画材があって、で、楽しみたいと思っていただけた方であれば誰でも参加できるようにもしたいと思っておりますので、で本当に初心者の方でやったことがないっていう方も、じっくり丁寧にですね、教えていきたいと思いますので、ご安心して受けていただければと思います。まあ、とにかくですね、パステルアートというのを知ってもらいたいっていうのと、まあ、パステルアートをね、やったことがあるという人口を増やしていきたいというね、思いがありますので、まあ、このようなですね、講座をちょっとこれからもやってみたいと思っておりますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで今回の動画は以上となります。はい。